おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。2024年の夏休みは、roblox-jp.com さんの今映ってるサイトの、プログラミングの基礎っていうコンテンツですね。トップページの、ゲームを作ろうっていうこのシリーズの、プログラミングを学ぼうか。このシリーズのこれをやってたんですが、昨日無事、思い残したところもフォローができて、一通り自分でしっかり読みましたよということになりました。で、今日が最終回ということで、実質的な最終回は前回なのかもしれませんが、もう来週からはプログラミングの基礎は終わったので、何をしようかなということで、自分が何作りたいかっていうと、この VR なんですよね。メタバースに関心があってここにたどり着いているので、アドベンチャーゲームバトルロワイヤル、ちょっとこれはちょっと守備範囲以外かなとは思うんですが、まずは VR ゲームっていうのを作ってみて、それで面白いものが、アドベンチャーゲームなのかバトルロワイヤルなのか、またこの先を読んでいくのか、ちょっとまだ分かりませんがロブロックス先生とか AI ツールの活用とかもあります、結構これ読むときも結構AI ツールも活用しながら、ロブロックス先生のところには行かなかったんですが、チャット GPT に聞いたりしました。なので来週以降はちょっとここを見ていこうかなと思うんですが、とりあえずこの自分がやりたいこれをまずやっていこうかなと思ってます。で、 VR ゲームが作れるということで、このゴーグルですよね、メタクエストで、プログラムを組んでみたいと思っているので、このあたりをちょっとざっと追っかけながら、メタクエストでちゃんとこれがフォローできるかっていうのをやっていって、なんかこんなのも出てきますし、ビームが出てくるとか、コントローラーが同期できるとか、いろいろ書いてあるので、ちょっとここ全部で3部作みたいです。VR ゲームの2っていうのもあって、でコントローラーの表示でビームサーベルとかがあって、で説明があった後、ビートセーバーですよね。これクリックすると何が出てくるのかな、ビートセーバーのウィキペディアが出てくるんですけど、VR ゲームです。すごく人気のあるゲームです。私のクエストの中にも入ってます。お試し版ですが。で、これを真似て作ってみようっていうので、さらに飛び道具で弾も出てくるみたいなのがあって、これをすると一通り、なんていうんですかね、VR 空間でのコントローラーを使ったアクションがフォローできそうなので、来週からちょっとこれを見ていきたいなと思っています。はい、ということで今日は締めくくりのこの後何するかっていうのを少し紹介させていただいて終わりにしようかなと。画面の調子も悪いのでちょっと最大化しませんでしたが、もともとやってみたかったこれですよね。これ、VR ゴーグルでのプログラミング。ロブロックス版というのをチャレンジしてみたいと思います。今までは A フレームっていうのを使ってね、メタクエストの中で見てたんですけど、ロブロックスで見てみようということで、来週、木金土はメタバースで復活しようと思いますので、引き続きご覧いただければと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に私が勉強している様子を動画で公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。Thank you.